何見てんだよ。すぐに倒れ。おいよ。頑張ります。なめんなよ。見せてやる。おいよ。いいぞ。俺の番。いますかね。邪魔だよ。ほら来い。ほら来い。俺の番だな。来ねえ。怪我しますよ。とっておきだ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
いますね。よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならねえ。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで駆り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで。天道、てめえ。せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじーっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。
天堂とやり合うことになるとはな。そういや蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。ああ奴の現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんな奴だろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。頑張ります。なめんなよ。やんのか。私の番。ザコ。怪我しますよ。見てなさい。やってみろ。ついてる。なめないでください。死にてますかね。ザコが取っておきだ。全力で行くぞ。これやるぞ。強烈なのをやる気だぜ。ああ正面に立つ。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ること。ほらやるぜ。舐めないでくれ。怪我しますよ。さて怪我し
だけかかってこい。せいや。
ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。してみろ。私の番ね。手がしておき。まず
ずは左行くね。あいつなんか急にガード固めたぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。ほら来いよ。ごめんね。俺の番か。来てみろ。おっしゃ。天道とやり合うことになるとはな。